けてみて。でも一回つけたこれクレヨのリップはこう結構トパってついちゃうから、一回つけたら一回ティッシュオフした方がいいから、そう、一回ティッシュオフして2色だったらこれを重ねつけ、中心の方に。顔が明るくなって可愛いです。私は好き。うん、一回ティッシュオフするのをおすすめします。私はそう。あー滑った。ティッシュオフ、そうなの、ふんわりしたの好きだから。なるほどね、クリオ気になる。そうクリオ、あとはね、まあいっぱい持ってるんですけど、今入ってるものはそうだね、最近でもこのクリオばっか使ってるからあんま他は使わないけど、このキャンメイク2本持ってる、無色とオレンジ。色つけたくなかったりとかするときは無色、うん、あとはお肌白いけどあんまり焼けない。あのね、今日なるちゃんとかネギちゃんにさ日焼けしたって言われたんですよ。え、こんなに対策してんのに、悲しい、悲しすぎる、嘘。一生懸命なぎちゃんと手こうやって色比べて、いやゆいのが白いって言ったけど悲しい。日焼けしたかも、でも昨日のロケで。そう、暑かったから。なぎちゃん黒くて笑った。え、そうなの、なぎちゃん黒い。そう、なぎなるゆいゆい、なぎなるゆい確かになぎちゃん焼けたって言われたって言ってた、ファンの人に。そうなんだ。そう、これはスックで、ゆきりんさん、ゆきりん大先輩からいただいたリップでございます。初のスックでした、私にとって。すごい高級感のあるリップって感じで上品です。これもすごい可愛い。ゆいゆいの白さ羨ましい、本当嬉しい。でも気をつけています。割とスックね、いいよね。あとこれはシュウエムラのマットリップかな、すごい結構ねマットなんですよ。ルージュアンリミテッドキヌクリームトープクチュール、結構マット、うん、こんな色。そう、うん、一番仲いい先輩誰だろう、このロマンの。ロムアンドは仕事戻る、ありがとう。ロムアンドはパパと娘の7日間の時も使ってます。パパムス、そう、ピンク系も可愛いよね、ロムアンド。そう、あと薬用系だったらモアリップ、モアリップ先輩にタメ口使うことないです、使えない。あー、うるさくてごめんね、うるさくてごめんね、うん、うん、マリップないと困るね。
今日はね、リッスンなんですよ。みんなは今何？そのぐらい薄化粧が一番いい。薄化粧、化粧してないよ。化粧まだだけど、うん。イソップ。お昼何食べる？どうしよう。でも今はね、ブラックコーヒーが飲みたい。コーヒーが飲みたい。お昼ご飯わかんない。お弁当。そう、お弁当またメールで送ります。私はメールでいつもお弁当を送ってるの。うん、ファンレベル10。え、嬉しい。アップルウォッチのバンドプレゼントしたい。え、それはそんな。でもね、なかなかいいのも見つからないという、まあいいの見つからないからどこで売ってるのかわからない。ネットとかだったらいっぱい売ってるだろうけど。そうなの。でもお任せします。嬉しい。今日はトパワイル。そう、トパワイルなの。ナチュラルリップで色も違いの知りたい。あの F から始まるやつなんだっけ、フジコだ。フジコのリップもさ、すごくナチュラルで、あれも可愛いなとは思います。色が、色持ちは悪いかな、藤子のリップ。そう、でも今のこのクリオのこの、これもナチュラルではありますよ。見た通りのこのナチュラル、ナチュラル。うん、いいよ。調味料こだわる？まあこだわるかな。うん、うん、そうね、そうね、そうね。この壇上すごい初めましての方いっぱいいる気がする。壇上初めて見る方いっぱい、すごい嬉しい。いろんな方でもね、そう、今お仕事の方もいる中で前髪長い、いろんな方がいて嬉しい。前髪長い。みんな協力ありがとうね。まあもちろんいつもの来てくれる方もね、いつもありがとうございます。そうね、今いない方はお仕事だ。あ、今いる方もお仕事だ。SMS 認証ってどうやってやるの？あのね、あのマイページのところから開いてもらって、で、あの電話番号を入力されてるか、自分の電話番号を入力されてるか確認してください。こっそり見てる、ありがとう。小指だけ曲がっちゃう。そう、曲がっちゃう。このイベントを機会にさらに曲がっちゃう。そうね、確かに。に印象のやつインスタからやって、あ、嬉しい。そう、タコいっぱいありがとう。誰だろう、MJ さんだ。ありがとう。星集め行ってきます。ありがとう。お早くお話し会の日になってほしいね。お話し会、いろいろみんな話しましょう。何でもいい。うん、何でもいい。何でもいい。話そう。女の子だったら美容の話でもいいし、なんかパパムスの話でもいいし。うん、話そう。男の男の子、男性だったら、あの、何でも、何でもいい。うん、何でもいい。話しましょう。必
問でも楽しみ。女の子と、もう全然年齢問わずもちろん嬉しいです。朝何食べた？ゆで卵と青玄米にサバ。ゆいちゃんと話すの世界一楽しい、嬉しい。ショールーム選抜は8位までが歌唱メンバーですね。そうそう。ねえねえ、私急なんですけど、何歳だっけな、中学生の頃、小学生の頃、どっちか忘れちゃったけど、その時に20歳になったら開ける玉手箱じゃないけど、宝箱じゃないけど、そういうのを作ったんですよ、学校で。ありませんでした、そういうの。なんかそう、タイムカプセルみたいなやつ。そう、それをね、ずっと家にあって、20歳になったんですけど開けてなくて、でせっかくショールームやってるので、今この期間だから、いつかどこかの配信で開封してみようと思います。いつ開封するかわからないので、今見てる方また来てください。そう、とってもレアですよ。私も見て、久しぶりだから。開封式、そう、楽しみ。何入れてたんだろう。包み隠さず全部見せます。全部見せる。昔のだからね、全然見せれる。そう、楽しみ。宝物だよ、私にとって。だってさ、小学校中学校いつか忘れちゃったけど、そんぐらいの若い時に、なになに、怖い怖い怖い、やー、まさかまさか、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、それ、あ、なに？レッスンですか？あ、もういったですか？終わりましたね。あ、やばい、私待ち、終わりました、行きます。行くみたいです。じゃあ、でもちょっとでしたが、皆さんありがとうございました。じゃあ踊ってきます。みんなありがとう、急にごめんね。ではありがとうございました。ああ、壇上ありがとう。